ートレース若松7日制のロングランシリーズ若枠ランドオープン1周年記念レース初日のハイライトドリーム戦第12レースを迎えました。1号艇は大阪の湯川浩二、2号艇愛知の佐久野久志、3号艇香川の三島誠司、4号艇岡山の山本浩二、5号艇静岡の後藤正宗、6号艇は福岡の石倉陽光です。6人全員初戦は船券に絡みました。1番の湯川、2番の佐久野、そして6番の石倉は1着をマークしました。ドリーム戦第12レース注目期待集まった若松周年記念優勝者1号艇湯川浩二がゆっくりと1コースへと入ってきます。その湯川にどこまで迫るか、2号艇の佐久野久志が2コース戦、トーチ相性いい3号艇三島誠司3コース、後方に引っ張っていく角の位置4コース4番の山本浩二、そして今季は7点ペース若松前回完全優勝の5号艇の後藤正宗5コース6コース初戦は3角に持ち出しトップスタート一気にまくりました。若松前回7月のシリーズドリーム戦は6コースから勝利しました地元6号艇の石倉陽光。ドリーム戦第12レース枠なり3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ドリーム戦第12レース4番が少しへこんだスタートとなりました。スリットを伸ばしていく1番の湯川、一周の1番インから逃げる1番の湯川、3番三島のマーク出し、差しのハンドルは2号艇の佐久野、先頭は1号艇の湯川浩二。スタートは前提正常でした。逃げました人気に応えた1号艇の湯川浩二、その後ろ2番手2号艇の佐久野、4号艇山本の接戦、一周の2マーク2番手は4番の山本先行する、切り込んでくる2号艇の佐久野久志、差しが入った2番の佐久野が2番手、4番の山本3番手、上位の台形は1番2番4番です。4番手が3号艇の三島、5番手6番の石倉、最高峰5番の後藤、2周の1マークトップ旋回は1号艇の湯川浩二、2番手2号艇の佐久野久志、3番手は4号艇の山本浩二、上位の体型1番2番4番です。その後ろ並んで追走は3号艇の三島と6号艇の石倉、最後方が5号艇の後藤正宗、2周の2マークトップ旋回は1番の湯川浩二、2番手2番の佐久野久志、3番手4番の山本浩二。レースはこれより最終周回に入ります。若枠ランドオープン1周年記念レース初日のハイライトドリーム戦第12レースは人気に応えました。インから押し切った1号艇の湯川浩二です。1番の湯川浩二が先頭、そして2番手が2番の佐久野久志、3番手が4番の山本浩二、上位の体型は1番2番4番です。この1、2、4、3連単オッズは 12.7 倍。ドリーム先制して初日連勝へ向かいます。1号艇の湯川浩二、2番手2号艇佐久野久志、3番手が4号艇山本浩二、まもなくゴールです。1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、ラスト5番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。